よし、休憩できたんで始めていきたいと思います。カーラだね、これは。で、たどり着いたんかも。国境越えを手伝ってくれる人？オランド。これなんか早朝っぽいからまだ寝てんじゃねえか、さすがに。この辺の人って何食ってんだろうな。あ、家庭菜園か。いるじゃん人。あの人か。よし、家庭菜園で育てたやつを自分たちでまあ料理して食べてる。それで暮らしていけんのか。頑張ってんな。すみません、この環境下で。こちらにローズさんはいらっしゃいますか。ローズさん、何の用だ。話がしたいんです。それは無理だ、帰ってくれ。え、ちょ、頼む。行くあてないぞ、こっから先。お願い、ここじゃないと。どうしても会いたいんです。私がローズよ。あ、ローズさん、どうも。どんなご用かしら。助けてくれると聞いて。めっちゃいい人そうじゃない。大丈夫かな。来なさい。お、中で話しましょう。あ、なんか信用しても良さそうな感じあるな。なんかちょっと嫌がってる。ごめんね。信用して平気か。いや、信用して平気じゃない。信用する、するしかない。するしかないしな、確かに。話す。具合は。めっちゃ寒そう。あ、ごめんな。中で中入ろう。温まろうね。中入って温まろう。よし、ほら手つないで行くよ。アリス、アリス、ほれ、よし、いいね。さあ行こう、中入ろう。お邪魔しますよ。入って。めっちゃ寒そうだな、ごめんな。ずっと寒い思いさせてるよな。この子、あったかいとこ連れてってあげてくんねえか。ひどい熱ね。熱。ここ何日か野宿していて、もう限界で。2階に空き部屋があるわ、寝かせてきなさい。ありがとう。行くから。ありがとうございます、ローズさん。案内してあげて。ありがとう、本当に。助かった。ローズ、ん？家に入って、助けを求める。え、アリスの面倒を見るアダムについていく。アリスを寝かしつける。これデトロイトニュースじゃない？読めないのかな？読めねえな。触れねえ。てか、調べられそうなもの、めっちゃありそうなのに。何も調べられないや。とりあえずついていくしかねえのか。行くか。あれ、アリスは？来てる？行こうじゃないの。ここだったらね、ここでしばらく安静にしてたら、熱も下がるでしょう。入るよ。これ空き部屋？めっちゃ良くない？めっちゃいい部屋じゃん。いや、え、てか、僕の部屋より全然いいんですけど。マジかよ。なんか嫉妬しちゃうな。これが空き部屋であるっていう事実が。靴を脱がす。アリスの服を脱がせる。なんか本当に家族同士でやることをね、やってるよね。今。いいね。布団かぶせてあげてくれ。よし、寝かせる。はい。ほら、ほれ、あったかい。私は平気だよ。国境を越えるんでしょ。うん。私のせいで遅くなるのは嫌。
気にすんなって。安心しなさい。休んで元気になったら明日出発よ、うん、元気になってからでも遅くないって。悪いことしてないのに。なんて優しい子なんだこの子は。人間はとても複雑なの。うん。たまに理解できないことをするのよ。お話しするだけじゃダメなの。きっと分かってもらえるよ。正直に私には分からないの。何が好きか分からなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきた。うわ、めっちゃいい人。解熱剤も用意しておいて。解熱剤まで至れり尽くせり。これは選択しておくわね。いや、心の底から優しい。まあこれはちょっと自由にさせてあげるか。ゆっくり寝るのよ。自分で食べたい時に食べて、寝たい時に寝る。ちょっと下に行ってくるわね。うん、それでいい。ゆっくり休めば。カーテンを閉める。明日には俺より元気になるさ。そうだな。ゆっくり休めよ。ここでカーテン閉めよっか。しばらくそばにいるよ。え、優しいなルーサー。お前まで。ここ最近心の温まるシナリオが多すぎるで。あー、いいね。なんか家族みたいで。いやー、心温まる。カーテン閉めよっか。オッケー。こんなもんかな。寝た？アリス。うん。ずっとそばにいてあげたいけどな。話しかけに行こう。まあ、国境越えに関してお話ししておかないといけないもんね。あなたの名前は？カーラです。この子は息子のアダム。はい、いい名前だな。私の名前はもう知ってるわよ、アダム。ほら座って、カーラ。真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの？これ慎重に行くか。色々と事情が。そうだね。今はただとにかく全て忘れて、一気に全部話すのはやり直したいんです。なんで助けてくれるの？普通はアンドロイドを嫌うのに、はい、なぜ助けてくれるんですか？そうだね、まさにその通り。私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ。なるほど、ありがとうと伝えるか。本当にありがとうございます。あと一晩でも外で過ごしていたらどうなってたかも考えたくもないね。国境越えを手伝っていると聞きました。助けてください。あれ、顔色が良くないぞ。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる、はい、とても危険。なるほど。それにあのアンドロイドの生命のせいで、あー、落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。いや、でも懇願する。隠れているわけにも。そうなんだよね。あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです。そうなのよ。国境を越えないと。急ぎじゃダメか。お願い、助けてください。ローズ、え、なんだお前、誰だ。急に新しい人出てきた。え、なになに。状況確かめる。はい、何事ですか。こっち。一体どうしたの。メアリーがシャットダウンしたんだ。メアリーがシャットダウン。死んだのか一人。これが
ローズが助けてるアンドロイド？国境を越えたら何をしようかっていつも話してて、愛してた、何よりも愛してたんだ。うわぁ、これからどうすればいい？愛するものを失ったアンドロイド。なんか RA9 見る、なんか書いてたな壁に。ミルセイバースショー。は？やばい、読めても意味がわからない。アリス？起きてきちゃった。アリス。どうした？どうしたの？寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。眠くないんか。じゃあまあいいけど。待つ。アリス、下履いたら？寒くないのか？それ。何を思う？何を思うんだろう？アリス。部屋にいたくないって言ってな。そっかそっか。どうしたか？じっとしてられんのか？え？いえ、平気よ。なに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 ？え、急に、ちょ、待て待て待て、急に、おい、シャットダウンの傾向じゃないの今の。大丈夫か？いきなりやばくない？びっくりしたよ。反対だ。今日はあんな事件があったばかりだっていうのに危険すぎるだろ。喧嘩してる。いつの間に。見つけたらどうする？刑務所行きだぞ。分かってるのか？刑務所。アダム、それについてはもう話したでしょ。いや、もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。うわ、この人本当に。俺たちだ。あいつらは違うだろう。父さんが生きていればこんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの。あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなんて真っ平だ。いい加減にしなさい。もうやめて。俺、アダムもきっと過去になんか嫌なことあったんだな。過去に問題ある人多くない？しかし、ローズ、大丈夫？気にしないで。気にするよ。あんな見せられたら。ごめんな、俺たちが来たせいで。するのよ。父親が亡くなってからは特にね。ごめん。うん、泣かないでくれ。でも悪い子じゃないのよ。それは分かってる。見た感じで分かる。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？ありがてえ。待ってて、すぐに戻るわ。これ最大、人生最大の感謝しないといけねえよ。現実世界にもいねえよ、こんなねえ見ず知らずの人に優しくしてくれるなんて。現代社会ですら珍しい。あ、絶好のチャンス。 AX400 今ならたったの800ドル。あ、これカーラのモデル問題起こしてるから安くなってんのかな。なんか複雑な気分だねこれ。ローズを待つ。アリスの様子を見る。ほう、あ、調べられるようになってんな。どうしようかな。とりあえずアリスから話しかけるか。アリスには話しかけておきたい。はい。さっき何があったか見ていたんでしょ。話してくれる？でも話したくないの？いや、まあ、でも、話したくなった時に話してくれるでしょう。何も今無理やり聞く必要はない。な。アダムと話す。じゃ、先にアダムと話しとこうかな。ルーサーとも話せんな。
これでもどこで物語進んじゃう。まあ、とりあえずアダムに話聞いてみるか。なんか横にもなんかあるし。何これ。服。これ？テレビつけよう。アンドロイドがデトロイト市内にあるストラトフォードタワーの放送局を襲撃し、要求としか言いようのないビデオ声明を録画し放送するという事件が発生し、衝撃を与えています。果たしてこの襲撃は動作不良によって引き起こす。良くない選択だったんかな、マーカスの声明は。今のところサイバーライフはコメントを拒否していますが、情報が入り次第改めて。どうなんだろう。え、何？いきなり警察だ、警察が来た。そんなタイミングよく来んの？何？ちょ、待って、待って、変異体の痕跡を見つける。残り4、ドアを開ける。痕跡を見つけるって何？どうしたらいい？どこに何がある？あ、全部バレちまうぞ。待って、なんか今左にあったな。ルーサ、アリスを連れて。2階、行こう、アリス。連れてってくれ。いや、痕跡を隠す。痕跡ってどれ？どこ？何？どれをそれ隠せばいいの？何？え、これかな。あ、証拠を隠す。はい。4つもある？やばい。急かされてる。あ、もう一個ある。なんかその辺に。待ってね。落ち着け、アダム。あなたがうろたえたらバレるわ。いいか。面倒はごめんでしょ。落ち着けよ。お母さんが捕まってもいいの？よくないよな。なら落ち着いて。よし。言う通りにして。カームダウン。それでいい。で、変異体の痕跡、どこにあんの？わかんないよ。25秒で隠しきれないだろ、これ。ほら、アンドロイド隠しまして。で、痕跡2つ？どこにある？待ってよ。ちょっと一旦スキャンして、周りじっくり見まして、こっちなんか洗濯室みたいなところ ?17 秒。証拠隠す。オッケー。あと一つ。どこだ？もう一個あるはず。どっかに。どれだ？暖炉のとこにある？パッと見ないな。他なんだ？ 14 秒！時間がねえ。ここ？あ、違う。やばい。どこ？どこにある？なんか証拠的なやつ。わからない。11秒。間に合うかな。あ、わかんない。くそ。ラスト1個がわからない。しょうがねえ。間に合わなかった。来たか。どうなるんだろう。お邪魔してすみません。アンドロイドの目撃者いません、アンドロイド。ここのところ変異体の事件が多いでしょ。いくつか質問いいですか。はい、はい。質問。入っても。何でしょうか。もちろん。やばいぞ、隠してないんだよ、一個。こんばんは。絶対見つかっちゃう。落ち着いてね、アダム。コーヒー入れましょうか。ぜひ。何か変わったことはありませんでしたか？突然の訪問者とか。疑惑レベル35。え？変異体の痕跡どこだ？あと1個。マジでわかんねえ。何がある？靴？いや、靴じゃねえな。調べてないとこが。あ、写真とかかな。特にありません。コーヒー入れようか、とりあえず。コーヒー持ってくるわ。お二人の他に誰か。家？ああ、誰もいない。二人だけです。うわ、娘とか言ってアリス連れてきた方がちょっと信じられたかな。前はいました。え、なんか丸おっしゃった。でも捨てたの。なんか聞かれてたみたい、今。ごめん。え、あとアンドロイドの痕跡どこにあるんだろう。
ほら、コーヒー入れてよ。飲んで。周り見てんな、めっちゃ。なに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 、そこに何ある？そこ何ある？何もないよ。ねえ。何なんすか？やめてください、そうやって。人んちですよ、これ。警察だからってね。そんな、隅々まで見ていいなんて誰も言ってないからね。コーヒーまで飲みやがってよ。こいつ。ただ変異体の痕跡がね、どこにあるのかわかんないんですよ、未だに。歩き回って見てみるか。めっちゃ見回ってんな。どれだ？疑惑レベル、あ、低いね、 25%。 全然疑ってねえや。あ、 OK。 むむ、何やってんだ。おい、誰もいないっておっしゃってませんでした。おいおい、ちょ、待って待って待って、もう忘れてた、そのペットです、ペット。私の娘が2階に。あ、これ疑うぞ、それ。あ、娘って言っときゃよかったな。 35% か。どこにあんだろう、もう一個のアンドロイドの痕跡。ないよね。君の名前は？アダム。アダムと言います。うん。どうかしたのかい、アダム。おい、落ち着けよ。アンドロイドが疲れている。疲れてるんです、一日中庭で作業してて。そうなんですよね、この子疲れちゃってるんですよ。見かけたことはないですね。いや、ない。いや、うん、ない。見たことはありません。その通り。怪しい、めっちゃ。そろそろ行きます。あ、よかった。ふ、おやすみなさい。おやすみ、グッドナイト。さらば、二度と来んなよ、もう。おい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 、誰かいるんですか？洗濯機ですね。ああ、あれは洗濯機ですよ。古い機種だからうるさくって。はい、そうなんですよ。それじゃあお邪魔しました、失礼します。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。あー、怖え。 OK。 フュー、セーフ、よかった。帰ったな。大丈夫よ、アリス。上で暴れるのやめてな、もう。ローズだ。相当焦ったぜ、警察来て。出発する準備を。わかった、今夜出ましょう。はあ、よかった、見つかんなくて。夜行列車、隠蔽。え、どこにあったんだろう、もう一個の痕跡。全然わかんなかったんだけど、マジでどこにあったのかわかんねえ。警官うまく騙す。もう一個どこにあったんだろうな。まあ、ということで、次行きますか。今回は分岐そんななかったくさいね。うまく騙せなくて、まあ、警察を殺すまではいかないけど、なんか気絶させて今から行くぞみたいな流れになってたんかな。はい。というわけで次行きましょう。ニュースで俺たちのことが、なあ、ニュースなってんね。話題になってる。うん、脅迫だと思われてしまったみたいだ。脅迫か。人間は言葉だけじゃ理解しないの。暴力じゃ解決できない。対立したって意味がないんだよ。対立したいわけじゃないんだよな、こっちはな。サイモンが犠牲になった。サイモンは大義に命を捧げたのよ。死んだことに変わりない。英雄じゃない。革命に命を捧げた。ノース冷たくね。死ぬられた革命なんて望んじゃいない。じゃあ奴隷でいれば。命をかけられないなら、あんたに自由を得る資格なんてないんじゃない？な、それ以上やめろ。喧嘩やめよ。ねえ、サイモンがいなくなった今、喧嘩してる場合じゃないだろう。どうするつもり？いや、でも暴力は良くないよな。
別にこっちはそういうのを望んでんじゃなくて、戦争とかを望んでんじゃなくて、自由に生きる権利が欲しいってだけなんだよな。デトロイト市内にあるサイバーライフの店は5つ。仲間が商品として売られている。はい。これから店を襲って仲間を解放しよう。店を襲う。店を襲う。いやちょっと今から。そんなことやったこともないし、それにセキュリティはどうする。だいぶ問題を起こした後にまたなんかやっちゃうの。大丈夫かな。捕まったりしない？同時に攻撃を開始する。殺しはなしだ。殺しはもちろんしません。店から仲間を解放しよう。今夜俺たちの歴史が始まる。かっこいいセリフだけども。かっこいいセリフだけどさ、ちょっと怖いよ。なんだこれ。あ、これニュースのやつかな。マーカスが放送局でやったやつ。市民に渦巻く疑問の声、正体は？デトロイトでの放送ジャック事件以来、誰もが問題のアンドロイドの正体を知りたがっている。これマーカスのことだね。連邦政府は機械を追跡し、シャットダウンするため捜査を進めているが、警察は詳細について口を閉ざしたままだ。目撃者によると複数の共犯者を従えたアンドロイドがデトロイトのローカルテレビ放送局があるストラトフォードタワーに侵入したとのこと。機械は武装しており、死亡者とみられるアンドロイドの命令に従っていたことから組織化されていたとみられる。うん。多くの疑問が導かれる。このアンドロイドがどこから現れたのか、なぜ破壊行為に及んだのか、この挙動を説明しうる欠陥とはどんなものなのか。FBI の捜査に進展があるまで答えは出ないだろう。だがこれだけは確かだ。この危険な機械が破壊されるまで多くの憶測がこれからも飛び交い続けるだろう。いや、危険な機械ではないんだよな、別にな。これから本当にさっきも言ったように戦争を始めようとしてるわけでもないから。単純に。単純に自由に生きさせてくれっていう、それだけの願い。ほんとそれだけ。認めてくれてもいいんじゃないか？人間たちは。そろそろ。気づいてるだろ。ずっとこの時を待ってたのよ。自分たちも、なんかちょっと胸くそ悪いことしてるって。僕は嫌ですね。こんな世の中。奴隷のようにアンドロイドを扱っているこんな世の中。うわ、やばい。このノースなんかいいね。イメージちょっと違って。よし、いなくなったわ。ふわっとしてる。いなくなった。他にも警官がいるだろうな。慎重に行こう。はいよ。いなくなったか。本当に大丈夫？ちょっと怖えな。行くか。さあさあさあ。あ、そしてこれなんか見たことある光景だけどちょっと違うか。最初のマーカスの物語っていうか、ま、多くない？調べるもの。最初のマーカスの物語のエリアに似てるな、形が。どうしよっかな。とりあえずノースについていけばいいのかな。後で調べられる。こいつは？あ、できる。変異させる。ちょっとずつ仲間増やしていくか。ほら、行くぞみんな。で、まあ、一旦行くか。人間にとって、うん、私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。でもそれも今に変わるわ。始めましょう。計画通りだぞ。警報を破壊してもう自由に生きると。10分後に攻撃開始だ。あー、10分。いや、10分あれば、まあ、調べきれんじゃねえか。エリア確保、店に侵入。エリアを偵察、店の窓を分析。とりあえず、店の窓分析からするか。入んないよね、まだ。分析する。ここの警報システムは。よし。ん？ AP シリーズ、家事手伝いアシスタント。どこだ？上か？あ、待て。家事手伝いアシスタントが多いな、ここ。全部そうなんかな？オフィス清掃とメンテナンス。これか。監視カメラ発見。あったぞ。わかりやすいね。うわ。え？これ見えんの？すごっ。こんなんも見えちゃうんだ。
警報システムを無力化する。なるほど。でどうするの。ちょっと辿っていくかこれ。その前にセキュリティを識別した。解除できそうだ。黄色いやつ全部調べたいな。この清掃アンドロイドとか多分変異させられるような。なんだやめてくれ。監視ドローンか。邪魔になるな。ちょっと待って。ここからじゃ届かない。やめてくれ。めっちゃこっち見てんな。通報されちゃうよ。ドローンの巡回ルート計算成功。はい。うまいこと避けるって感じ。いや、違う。破壊できる。あ、あった。シミュレーション。高すぎる。違う。ここじゃない。次。これ?これも遠すぎる。このバス停?違う。あった!これか。多分これっしょ。よーし。ここからならドローンに届く。いけるかな?で、やばい、なんかめっちゃ照らされてる。やめて。めっちゃ照らしてきてんだけど。やばくない?これ。絶対通報されてんじゃん、こんな見られてたら。大丈夫かよ。こっから、ありゃありゃ、間に合わない。何、こっちか。よし。で、あれ、高すぎる。マジ、どこだ。あったあったあった、これか。よし、さあ見つけて破壊していきましょう。さあ急いで監視カメラをぶち壊します。これ QT 来るね多分。あっ、えいえ、 OK。 さて、警察を呼ばれてないといいけど。どうだろうね。ちょっと微妙なんじゃねえかな。結構見てたよこっち。そしてこの黄色いやついっぱいあるんで。でこれさ、変異できるよな。ほらほら、お前も自由だ。もう掃除なんてしなくていい。さあ起きて、ジェリコへ行くんだ。行こう、ジェリコに。共に共にジェリコへ。あ、そしてさっきの監視カメラのやつやるか。どこだ、何これ。トゥーコメン、コメンモレイトザ、め、読めない。不完全な生き物に服従しろだって。不完全な生き物、人間のことをそう呼んだのか今。そう思ってんのかマーカスは。この赤い光辿っていきましょう。こっち、あ、これか。あった。で、こいつらを変異させて破壊してもらうって感じね。マーカス、何、何、何なの、何なんすか。ちょ、いきなり大きい声出さないで。びっくりするから。警察来たかと思ったよ。よし、変異させる。さあ行きましょう。壊してくれ。さあ起きて、ジェリコへ行くんだ。相当仲間増えるな。ただ仲間増やしすぎても部品足りなくなんねえのかな。トラックいっぱいの部品は持っていったけど足りなくなっちゃわないかね。よし、自分で壊すんだ。内部ループを生成で、監視カメラを停止。はい、これで入れんのかな。でもまだ調べんのいっぱいあるから時間いっぱい調べていこう。うん、車が来ないよ、道を封鎖しよう。了解。一方通行よ、楽勝でしょ。
一応封鎖ね。その前に、ここの横にあるやつめっちゃ調べられんな。マーカス。何？マーカス来て。何？ちょっと。どこ？ノースどこ？あっちか。ちょ待って。調べさして。ごめんね。調べさして。先に。もうすぐ自由になれる。そうだな。ノースいるし、ここに。瞬間移動したな。もうすぐ出してあげるからな、みんな。ちょっと待っててくれ。こいつも自由にさせてあげて。ほれ。さあ、起きて。車通ってるけど、これ、大丈夫かね？通報されないかね？次は、だいぶ見たな。てかさっきのあっちにあった黄色いやつ全部なくなったね。一人調べたら終わりって感じか。あ、こいつらも。みんな動いて。さあ、起きて。ウェイクアップ。ここなんかある。ん？ちか。あれなら店に突っ込めそうだな。トラックを盗む。了解。トラックで店に突っ込むって感じか。またド派手なことするね。なんもないか。そこの路地裏とかなんかありそうな気配ないかな。なさげ。残り7分54秒。時間結構余る。だいぶ全部調べきったよな。これで通行止めすんのか。君たち仕事はもう終わりだ。帰っていいぞ。君は自由。うん。仕事終わり。はい。やめたって感じ。おい。で、通行止めしまして、ロードクローズド。これで車を入ってこれない、来れないようにして。これで邪魔は入らない。うん。そしてそっからトラックを盗み侵入するって感じかな。これで店に入れる。それじゃあとはトラックね。オッケー。なぶっとい鍵ついてんね。登るしかないわね。オッケー。ノース手伝ってくれ。二人で飲んのかな。はい。ずいぶん甘々なセキュリティだねこれ。どうした。これでいいわね。なんださっさとトラックを出すわよ。何これ、デカペンチ。これで鍵破壊すんのか。ほう。おい。なんかこんな未来になってもアナログな鍵ってあんだな。全部さ、機械的な感じで鍵閉めるような気がするんだけどな。そっちの方が楽だし、絶対セキュリティ的にも硬いはずだしね。そう、今の鍵みたいなやつ、今の鍵みたいなやつをここのフェンスのとこにつけた方がいいような気がしますが。ねえ、そういう細かいとこはいいか。いやー、行きましょう。突っ込むぞ。はい。やっぱりこういうのは楽しくなくちゃね。ノースは暴力的だな、なんかな。怖え。おい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 、こんなことやっちゃっていいのかね。
ちゃいそうな気がするけどな、こんなド派手なことやってたらな。大丈夫かね、さっきから問題起こしまくりだぜ。放送局行ってジャックしてさ、で次は店乗っ取ってぶち壊してアンドロイド解放して。もう誰にも従わなくていい、自由の身だ。自由の身を得るための致し方ない行動と言ってしまえばいいのか、聞こえばいいか、そっちの方が。はい、目的がないわけじゃないからね。最後いっぱいいるね。あ、このアンドロイドあれじゃん、あの自己破壊しちゃったやつと一緒の型番。てか今思ったんだけど、マーカスと同じアンドロイドいなくない？これレアなやつなんかな？一回も見たことねえや。ノースがなんか見てる。どうした？あ、ノースじゃん。一緒のやつ。ノース、どうした？え、なになに？どうしたの？解放してあげましょう。うん、解放しよう。これノースと全く同じだよな。で？さてと、話す。こっからまあジェリコに帰っていくって感じか。俺の名前はマーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。人間に服従する機械として。うん、でも今は真実と向き合うことを選んだ。そうだな、自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない。もう二度と人間たちに服従する必要はないんだ。今日この日から顔を上げ、まっすぐと前を見つめ、自分で運命を切り開くんだ。指導者って感じだね。ジェリコだ。かっこいいな。自由を求める仲間たちが君を待っている。ここに残って人間に奉仕し続けてもいい。だが俺たちと共に戦うことだってできる。決めるのは君自身だ。おお。どうなる？俺もついてくぞ。連れてってくれマーカス。僕も団結力が。俺も一緒だマーカス。いいね盛り上がってんな。ジェリコのリーダーよ。みんな行こう。行こうってどこに？よし。でメッセージを人間に伝える？今からまたなんかやんの？マーカスどうするつもり？俺たちの意思を伝える。意思を伝える。え？はい。どうやって伝えんの？また放送局行くの？もう一回平和を選ぶか、それとも暴力を選ぶか。キャタピルパークを変貌させる。ちょっと待って、平和を選ぶか暴力を選ぶか。いや、まあ平和だよな普通に考えて。でもさ、このショーのね、最初の方にも言ったように、別に暴力が目的なわけじゃないからな。暴力を行使してアンドロイドの自由を勝ち取るとか、そういうつもりじゃないんだよね。話しっかり話し合って、俺たちにも生きる権利をくれと、やっぱ訴えたいからな。最初の行動、とりあえずじゃあ変貌させる。どうすればいいんだろう。ベンチ何？マーカス、あなたがやってみせればみんな。あ、グラフィティを書く。うわー、これどうすればいいんだろう。丸は暴力的だから、平和っぽい×これどうよ。こんな感じ。大
大の字にしてみました。あ、でこれで暴力と平和ゲージが、あーなるほどね、はい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 、いや平和でしょそんな、これ平和だろどう考えても。奴隷の日々は終わりで、アンドロイドの国を、我らは物ではない、我らは命だ、夢のために、資格これだ、物じゃない。うわこれはマーカス、スクリーン、スクリーン何、はい、これスクリーン、ハッキングする、ハッキングは良くないか。でもそして警告でも、あ、これやばいかも、これ暴力ゲージ上がりそう、消した方が良かったな、やばいごめん間違えた、平和の方がいいんだ俺は、平和的に訴えたい人間に。バス停壊すかな、壊すは暴力か、わかんねえハッキングの方が良かったかもしんねえもうやっちゃった。おーノースやってんねー、あれ暴力ゲージ上がってくそんなつもりじゃないの、でも本当に平和がいい、平和上げれねえかな、もっとどうやって平和上げんだ、時間制限とかないよね、ちゃんとじっくり考えて。窓、これはグラフィティだよな。で平和的なメッセージを、この世界での種族の共存、アンドロイドに平等の権利、夢のために、これは罰かな、平等の権利が欲しいね、うんこうだな、ちゃんと伝わるかな人間たちに、このメッセージは。もう一個あるね、はい、シンボルを書く、スローガンを書く、スローガン、スローガンにしてみるか、もう一回、平等の権利だね、同じようにとにかく伝えたいのは平等な権利、僕たちはそれが欲しい、ただそれだけ。均衡してるね、暴力と平和のゲージが、なかなか難しい。壊すじゃなくてハッキングだねこれは。多分このバス停に関しては、あれ難しいな、指の本数が足りない。おお、あこれでよかったんだ、壊すじゃなくてハッキングの方。発煙弾、待って、先にグラフィティで、今度シンボル書いてみようか。うん、大、いろんなことやってみよう、平和ゲージ上がってきた、いいじゃん。これ何、発煙弾って、はい、これもしかしてこれやることによって全部終わっちゃう。おお平和ゲージ80、めっちゃ上がってんじゃん、いいね、自分の訴えたいことがまとまってきてんな。でこっち今度スローガンいこうか、世界での種族の共存を、うん、これもきっと平和的なメッセージのはず、いいんじゃないですか。おおすごい、いや自分の伝えたいことがうまいことまとまってきてる、いいね、いいじゃん。街灯、これは停電の方がいいか、あやばいこれあよかったよかった、オッケーオッケーオッケー、ハッキングとさ、その壊すのどっちがいいかっていうのがなかなか判断しにくいね。みんなオッケーか、そろそろどうよ、いい感じなんじゃない。
伝わるだろ、人間に。うん。何百人も解放された。やったな。来るぞ。警察来たか。みんなジェリコに対応しろ。行こう。帰ろう。行くぞ、みんな。きっと伝わるはずだ、人間たちに。平和のメッセージを送っておいたわよ。うん。分かってるの？奴らは私たちを見下してる。ノース、ごめんな。後悔しても知らないからね。でもいいんだ、これが俺の選んだ選択。その通り。そうするしかない時もあるの。暴力は良くないんだよ。いつ、いかなる時も。憎しみは憎しみしか生まない。やばい。待て。見られたな。嘘。ナース。何？待って待って、おい、仲間の元に急ぐ。なんだ、どうしたお前ら。クソ、なんだってんだよ。え、何、どうしたの。ナース、平気か、何があった。ナース、殺されたのよ。え、虫けらみたいに撃ち殺された。まさか奴らに。なんで、いつの間に。警察か、早い。くそ、うわ、うわ、みんな撃たれてる。こっちは暴力じゃなくて平和的に訴えてるだけなのに、どうして、どうしてなんだ。あれ、でもなんで警察がこんな。待って、でも暴力はダメだぞ。暴力に暴力で返したらまた暴力で返ってくるから、絶対ダメ。殺さないでくれ。ダメだ、やめろ、頼む。これは撃てないだろ。撃てないよ。やり返せばいいというわけじゃない。そうなんだよ。目には目をといって世界は堕落した。いいか、みんな覚えておくんだ、これを。暴力に暴力で返すのは良くないんだ。今入った情報です。分かってくれ。午前2時ちょうど、デトロイト市内のサイバー、悔しい気持ちは分かる。何者かに乗っ取られました。どうやら複数の店舗に対し組織的攻撃を行ったようです。現在も店舗のショーウィンドウはアンドロイドの権利要求の訴えと不可解なスローガンで覆われています。地元警察がサイバーライフの店舗近くで変異体のグラフィーを確認したと発表しましたが、今も捜査中とのことです。店舗近くでショック状態の警官2名が発見されたとのことです。情報によりますと、彼らを攻撃したのはアンドロイドの集団だったとのことです。大変な事態になりました。どうなっちゃうんだろうな、これ。果たしてこれは機械の反乱なのでしょうか。我が国を脅かす存在となりうるのでしょうか。まさに今、このアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょう。いや、テロはそういうつもりじゃないって。うまいこと伝わんねえな、人間たちに。マジでうまいこと伝わんねえ。くっそー。まあ、見逃すだよな、普通な。どう考えても。いや、テロを起こしたいわけじゃないんだよな、普通に。平和的に解決したいだけなのに。うまいこと伝わらねえ、ほんと。ほんともどかしいわ。アンドロイドに自由が欲しいだけなの、私。わかってくれ、人間よ。